今日も空が、はい、景色は綺麗です。綺麗だね、はい、今日はどこ行くんですか。今日っすか。はい、山梨行くんですよ。はい、今日はね、はい、山梨学院高校サッカー部さんに行ってきます。おい、この前、知ってる、はい、この前、日本一取った、はい、山梨学院知ってます。すごいかなり有名です。本当に、いや本当嬉しいね。お話いただいてありがとうございますですね。いや本当に感謝感謝です。はい、なぜ山梨学院に決まらせていただいたですね。決まらせていただいた経緯、はい、まあ、ちょっと自分が中学校の先生してた時に、はい、広沢時っていう選手がいて、はい、で第99回この前の選手権の決勝点決めた子がいるんですけど、はい、この子がちょっと伝えてくれたんですよね、山梨学院サッカー部に。いやちょっと嬉しいね。本当に人とのつながりは大事ってことですね。いいこと言うな。そうなんだ。最高、最高ですね。最高。今日指導するにあたっての、まあ、気持ちっていうか、あ、気持ちね、はい、いやもうワクワクしてるね。どんぐらいですか。バーニングしてるよ。お、燃えてますね。富士山よりでっかいよ。あ、ちょっと燃えてるよ。本当ワクワクしてて、はい、なかなかこんな機会ないからさ、はい、やっぱ日本一のチームでね、はい、幸せなことだな。そうですね、全力で頑張っていこうと思います。はい、怪我ないように皆さんで頑張ってやらせていただきましょう、はい、今日ちょっと兄弟2人で、はい、カメラマンはトアで、はい、俺は指導して、はい、二人三脚でやっていきましょう。はい、お願いします。よし、頑張りましょう。はい、じゃあ向かいます。はい、失礼します。はい、向こうへ行くのに言うじゃったよ。あ、本当は向こうが行くの、山から。さっきのだよ。すごいね、なんかさっきの内容がだから熱くなっちゃってる。くじってる。あんま意識しないでやったら面白いんだろうな。今日のアシスタントです。頑張りましょう、父さん。最高最高バチバチやっています。行ってきます。ありがとうございます。ワイキレイ。改めてこんにちは。ジョブズ。普段は結構ふわふわしてるんだけど、トレーニング始まるとおいやろうぜ。で、多分皆さんも熱いと思うんですが、それ以上に熱くやるので、お願いします。説明をしたいんですが、動きながら大筋肉効果だけ説明をすると、このトレーニングを行うと脳の能力、柔軟性、判断速度が向上します。つまりバランス能力が向上したり、視野が広がったり、手と足と目、動脈使えるようになったり、脳を使う全ての能力が向上します。難しいんですが、諦めずにやるチャレンジ、それがすごく大事です。でも早速始めていくんですが、はい、じゃあいきます。はい、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 オッケー。
ラストアップ。ちょっとね、スピード上げていきます。思わないスピード、このくらい。はい、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 シュートストップが得意なので、はい、クロスのシュートだったり、ストレートのシュートだったりっていうのを得意としていて、そういうのが大事だと思います。今後、ライフケーディングだけじゃなくて、いろんなトレーニングを自分自身で取り入れていくと思うんだけど、はい、ちょっと視野広くね、いろんなものを取り入れて成長していってほしいなっていうふうに思ってます。最後に、目標を何かありますか？チームとして、はい、選手権2連覇がかかっているので、はい、それに向けて一試合一試合、はい、チーム全員で一丸となって全力でやっていきたいと思います。マジで応援します。はい、ひょうきん代表ありがとう。ありがとうございました。カイト選手でした。ありがとうございました。 OK です。はい、ありがとうございます。柴田はじめです。はじめ、はい、ありがとうございます。何度も何度も言ってますが、こんにちは、こんにちは。いいね、はじめめっちゃイケメンやね。彼女は？彼女いないです。募集中です。彼女募集中みたいですよ。じゃあちょっと早速インタビュー始めていきたいと思うんですが、はじめ選手はセンターバック、ディフェンス代表として、今日ちょっとライフケーティングを取り組んでいて、感想をね、教えてほしくて、感想を。最後の、メイツ、はい、あれがめっちゃ難しくて、自分のセンターバックはやっぱああいうそのどこに何があるかやっぱ目で取り入れて、やっぱ目通してどこに何があるかって。ああ、なるほどね。認知能力みたいな、あそこちょっと苦手です。はい、ちょっと上げていきたい。ああ、なるほど。リファインです。リファイン、はい、そうです。カナダ代表の人に来たり、ライフケネティックだけじゃなくていろんなトレーニングを取り入れて自分自身の視野を広げていろんなことができるようになってほしいなっていうふうに。では、今後の目標、今後の目標は、はい、やっぱチームとしてやっぱ2連覇するのもそうなんですけど、まずそのセンターバックとしてやっぱ守備の要としてチームを引っ張ってきて、はい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 、チームを鼓舞できる選手を。なるほど。
ちなみにどんな感じで鼓舞してたの？俺はうわやるやってこせっていう。ああもうそんなそこだ。おやらせやらせやらせ完璧だ。では今日来ていただいたはじめ選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。 OK です。こんにちは。こんにちは。今日はリファイン選手来ていただきました。ありがとうございます。今日はフォワード代表ということでちょっといろいろ聞いていきたいと思うんですが、ライフケーティック取り組んでみて。そうですね、やっぱ普段サッカーしてる時の頭っていうのは別に意識してるんですけど、はい、こういうトレーニングでっていうのはあんまり意識できてなかったんで、今日トレーニングしてすごい次もっと頭使っていきたいなって。なるほど。今井選手、あのエドゥを投げて、はい、キャッチ、あれちょっと難しい、あれ苦手かな。まあ慣れれば、まあ、そう、慣れれば大丈夫だな、はい、チーム全体でも大丈夫で、はい、目標って俺はサッカー選手になることがいいなって。まあ、プロサッカー選手になることもそうですし、今年の選手権また2連覇できるように頑張っていきたいと思います。皆さん、岩井選手でした。応援してください。岩井選手でした。ありがとうございます。ワイキレイ8組よー、3、2、1、3、2。いやー、あっちやじゃん。ライフケーティングの資格を取っているということで、はい、今日実際にちょっと見学していただいて、はい、どのように感じましたか？こうやって誰かが支配してるっていうのは初めてか、はい、まず規模がすごい。80人ぐらいで、いやめちゃめちゃ多いですよね。それを一人で見るってすごいな。なかなかの気合い。そう、それをやってるっていうのってやっぱすごいなと思ったし、でもなんかその自分がこれからもしやってるんだったら、はい、まあ、こういうやり方があって、はい、こういう喜びで、はい、すごい勉強になりました。そのもちろんライフキネティックのトレーニングとかもすごい、はい、まあ、勉強になったし、まあ、やっぱ改めて見てすごいいいな、はい、いいもんだなと思ったし、でも本当にあの翔平さんも今ライフケーティングの資格を取っていて、本当トレーナーごとに特徴も違って、選手ごとにこのトレーナー合うけど、ああちょっと大地見て熱やしダメだなって思う選手も絶対いると思うんですよ。なのでトレーナーごとにトレーナーさんのパーソナリティを知って、いろんなトレーナーさんに教えていただいて
ただくっていうのがすごいいいかなって自分は思っているので、ぜひちょっと僕じゃなくても翔平さんもいるので、翔平さんのインスタグラムリンクを貼っておくので、ライフ系という興味ある方は翔平さんに連絡をよろしくお願いします。他になんか翔平さんやられてるってちょっと聞いて、そうですね、はい、東京の方でリカバリーに特化したサロンというか、はい、疲労回復ができる施設をいろいろやってたりするので、はい、まあ、元アスリートが実践してたリカバリー方法とかっていうのを一般の人にやってもらえたらいいなと思います。ぜひ興味がある方は翔平さんのところのリカバリーサロン、リカバリーサロンリルームで、はい、リルームです。ぜひ、お越しください。それでは今日短い時間でしたが、ありがとうございました。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 ごめんなさい。ごめんなさい。ワイキネー。これ失敗恥ずかしいことじゃないよね。はい、じゃあ今日、さあ、ゆっくりに。認知力、判断力を鍛えることができる脳科学トレーニング、ライフキネティック日本全国出張トレーニングというのを行っております。そしてまたオンラインスクールをご用意しております。サッカー、フットサルに脳科学を導入したいというご希望の方がいらっしゃいましたら、ぜひ動画下概要欄から鈴木大地にご連絡ください。ライフキネティック出張トレーニング、またはオンライントレーニングでお会いしましょう。バイバーイ。